アキオチャンネルです。アキオ、行きます。よろしくお願いします。マキノリです。よろしくお願いします。アキオです。はい、紹介してもらえるんでしょうか。今日ご紹介、はい、今日ご紹介するのは、ダイアクロンの、はい、パワードアーマーですね。これダイアクロンパワードスーツ。何、はい、ダイアクロンパワードスーツ。パワードスーツ、ですね、はい、これね、よくわからないんだよ、ダイアクロンって。ダイアクロンはそうですね、ミクロマンの後に、うん、まあ、当時宝が、まあ、売り出した、やっぱり、なんだろう、大人じゃない、子供が遊ぶおもちゃなんですね。ロボットものというか、フィギュアもののおもちゃです。ダイアクロン、なんか名前知ってんだけど、はい。はい、ミクロマンって結構、なんだろう、キャラクターフィギュア、ちょっと大きい、指でいじれる。持ってますよ、ちょっと待って、持ってますよ。あ、じゃあ、それ、ちょっと見せてください。これ。はい。そう。まあ、あれですね。ちょっと片手で遊べる。はい、うん。なかなかそれないですね、今もう。ね、たまたま持ってたけど、今。お宝です、それは。素晴らしい。当時、お菓子屋とかに飾ってあってん、これが、買って。ああ。めっちゃ憧れてね。昔、友達ん家でよくいじってました。あ、ほんと。これ、はい、今見てもワクワクて。いじりすぎて。ね。うん、頭、銀メッキですからね。銀メッキだよね。これ、しゃぶってるやつ、しゃぶってるやつおったよ。頭しゃぶってるやつおったよ。あ、アホとちゃうかなって。すげえな。そんな人は見たことない。子供やん、まだ。はい。なんか美味しそうだったんですかね。まだしゃぶり癖が治ってなかったよね。なんか銀メッキが美味しそうだったのかもしれない。ちょっと油断してしゃぶっちゃったんだろうね。友達の前で。なるほどね。あ、すいません。じゃあちょっと続けてください、ね。はいはい、ちょっと話がそれましたが、本当ですね。だから当時、まあ、ミクロマンの後の、はい、まあ、新たなラインとして、はい、そのちっちゃい極小フィギュアを例えば乗り物とかロボットとかに乗せて基地遊びするようなおもちゃがすごく流行ったんですよね。で、まあ、ちょっと今回はその最新のこうリニューアル版なんですけど、コンセプトは全く同じで、うん、まあ、こういったちっちゃいフィギュア。ちっちゃ。何それ。ちっちゃいんですよ。え、ちっちゃ。曲がんのそれ。ちっちゃいです。これ結構いいんですよ。曲がるんですよ。すごいな、なんじゃそりゃ。膝が曲がるんですよ、こうやって。へー。うわ、すごい。めっちゃちっちゃない、ね、そう、で、腰もちゃんとね、動くんですよ、ほら。こういうふうに。あ、ごめんなさい、こっちか。ほんま、すげー。腰がね、こう、腰反ったりできるんですよ。すげー。そう、当時のやつもちっちゃかったんですけど、ここまでやっぱ関節はなかったんですよね。うん、で、こういうちっちゃいフィギュアを、まあ、こういうパワードスーツとか、まあ、マシンに乗せて遊ぶっていう、うん、まあ、そのコンセプトをそのまま今に生かして、うん、まあ、最新の技術でリニューアルしたシリーズが、うん、まあ、今のダイアクロンシリーズなんです。でね、これがね、いいんですよ、すごく。まあ、今見てもらった通り、その、すごい細かいんですよね。これだから、おもちゃといってももうほぼ大人がいじるおもちゃなんですよ、これ。だろうね。うん。でね、これ対象年齢が、これ、15歳以上。15歳以上か。15歳って子供じゃないですよ、もう。空気銃とか撃つ。そうですね、モデルガンとかもう年ですよ、うん。そうだよね。はい。ただね、これがね、本当にちょっとよくできてて、うん、これ細かいんですけど、ちゃんとその、うん、ヘルメットのそのバイザーの彩色とか、細かいんですよ。で、これも、ああ、こんな感じ、このぐらいかな。うんうん。このぐらいかな。はいはいはい。なんとなく。でね、そう。で、こっちもすごいんですよ。これがだからもう全部これフルカラーで全部、彩色済みになってて、うん、こういう、なんだろう、おへその黄色い部分とか、うん、あと、ちょっと肩口のちょっと緑のメッキとか、うん、こういう細かいとこまですごい色が、綺麗にその、なんだろう、はみ出ることなく出てある。センターに。あ、ごめんなさい。はい、はい。センターで、はい。はい、こんな感じで。これが完全に完成品で。それはプラモじゃなくて完成品なんだね。完成品なんです。うーん、で、これもちっちゃいんですよ。すごく。多分、あのミクロマンよりも半分ぐらい、これで。ちっちゃいな。気になって、大きいわけでもないしな。ないです。だからもう本当に指4本ぐらいの高さ。ちっちゃいな。ちっちゃいんですよ。で、これも関節がすごいんですよ、うん、可動が、はい、まあ
あのご紹介すると、まあ、大体腕の付け根はこう回ると思うんですよね。はい、で、まあ、あと腕がこう真横まで行って、はい、なんと肘も曲がる。おで、手首も回るんですけど、ま、平手というか指が開くんですよ、こうやって。うん。うん。拳もできるし、平手もできる。うん。こんな感じ。で、あと、足も、まあ、股関節はあのボール軸になってるんで、うん、こう、そう、細かいそのポーズ付けで、ちょっと股を8の字に開いてみたりとか。うん、すごいパーツ数だね。あとはまあ、そうなんですよ。すごいよくできてるんで、こんな足短いのに、こいつも膝曲がるんですよ。こうやって。うん。で、足首も、あの、なんていうんですか、こういうふうに、こう、内側にこう、捻挫したみたいになるんで、そう、捻挫もできるし、だからこの、足を開いたときに、すごく接地がいいんですよね。うん、開脚こんな感じで。あ、開脚。すごいな。すごいですよ。で、つま先も、こんな感じちょっと伸ばしたり、うん、手前にこうしたりとかできるんで、はい、これだけちっちゃいのに、いろいろポーズができるんですよ。へぇー。で、やっぱりこのダイアクロの一番の醍醐味っていうのが、そのパイロットをやっぱり登場させる面白さっていうのがあるんですよね。うんうん、さっきのちっちゃいやつでしょ。こいつを、はい、こうやって開けて、で、ここからもパカッて開くとちゃんとこう、うん、はい、人が入るスペースがあるんですよ。うん、で、ここにさっきのダイアクロの隊員を入れて、うん、こうね、パカッと。でしかもこれちょっと小技が効いてるのが、うん、あの頭部だけまた別で開くようになってるんですよ。うん、ほうほうほう。ここの頭部をパカッと締めると、しっかり登場した。はい。この完成度がね、やっぱりちょっと大人といえども、この昔のおもちゃ好きのこう遊び心をすごいくすぐられるんですよね。うん。遊び尽くせないんじゃないの？そう。あのね、これはだから、いわゆる沼ですとか、時間泥棒って言われてます、大学の。え、ほんまにそんな言われてんの？言われてます。これなんでかっていうと、あの、うん、これだけじゃないですよ。これ、こういうパワードスーツよりも大きい、やっぱり基地みたいなベースとか、うん、あと戦闘機が合体するロボットとかもあるんですよ。うんうん、もうそういうのと合わせて遊べるし、うん、例えばそのロボットのパーツをこのパワードアーマーにつけたりですとか、うん、その逆もしっかり、その、うん、組み合わせて遊べるんですよ。ブロックみたいな形で。うんうんうん、だから、あの、売ってるものをこう組み合わせて、もう自分だけのオリジナルのダイアクロン隊員、ダイアクロン部隊を作れるんですよ。もうね、それをやり始めると1日はすぐなくなります。やってんのそれ？ね、僕は怖くてまだそこまではやってないんですけど、でも、うん、あのね、これのもうちょっとクラス上っていうか大きいやつで、コクピットと上半身、はい、下半身合わせてロボットになるやつがあるんですよ。はい、それもまあおいおい紹介していきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、そういうものとちょっと組み合わせて遊んだんですけど、2、3時間はすぐ消えます。ちょっと今度遊んでくださいよ。わかりました、はい。動画にちょっと全部アップはできないですけど、はい。はい、と、まあだから、あとね、これ、高いんですよ。いくらですか？ね、これは、まあこの、また違うタイプのパワードスーツと2個セットで、うんうん、確かね、7000か8000ぐらいしました。おー、まあまあですね。1個3000、4000します、うん。で、さっきちょっとお話ししたロボットは、だいたいセットで1万円。うんうんうん。で、もっとその基地クラスになると、うん、4万、5万とか。うん。まあ、そういう世界です。だ、僕はちょっとさすがに全部コンプリートはできないんで、こういうパワードスーツをメインで集めてます。これ15歳で7000円って結構な金額じゃない？金額ですよ。多分あの15歳7000円はなかなか厳しいですよ。厳しいよね。はい。7000円でそれを買う15歳って相当だよな。相当です。だから15歳ではなかなかいないと思います。うん、よほどのね、親がお金持ちとかで。うんうんうん。そうだよね。そう。だけどね、僕も子供の頃やっぱ買ってもらえなかったんで、大人になって手出しちゃったんですよ。ああ、わかるわかる。まあ、そういう、はい。大体そういう人じゃない？